南軍の地に弓の名手がいたという。しかし押し寄せる妖魔の大軍と戦い、以後の父親の行方を探していた加工派は直感した。その人物こそ父加工園に違い、加工派は情報をもたらした西下孫一と共に時を渡る。過去を変え、孫一殿、協力してくれて感謝です。ね、でまあ男の救援なんか普通ならお断りすると、昔オロチ軍に囲まれたところを加工園に助けられた。いや本当助かります、頼りにしてますんで。さて、父さんらしき人ってのはどこだ？おい、あっちの方が騒がしいぜ。弓のおっさんのせいで手こずったが、やっと追い詰めたぜ。あとはその砦を落とすだけだ。やっちまえ！やっぱり父さん、勘弁してもらいたいんだがね。いやいやいや、俺と父さんが揃えば楽勝だって。いいなぁ、レッツゴー。さて、息子も来てくれたことだし、反撃と行くか。了解、父さん。おいおい、俺を忘れんなよ。そう、孫一、男を助けに来るとは思わなかったぜ。あんたには借りがあるしな、今回は特別だ。よし、とりあえずこの辺の妖魔は追っ払ったな。ずっと隠れてたのか。はい、妖魔が恐ろしく、ですがお武家様のおかげで助かりました。厚かましいお願いとは存じますが、私の妹もお助けいただけないでしょうか。妹は人の砦に隠れているはずなので、どうか妖魔を追い払い、妹を。美しいお嬢さんの頼みだ、断るはず。俺たちに任せときな。父さん、俺を置いてかないでよ。出るぞ。南砦を放っておくのも何だな。では打っておくか。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵者、いてこましちゃった。
こう。真面目な顔して。裏でも痛いのか。伏兵かよ。数年したら俺もああなりますって。想像できねえな。さすがの腕前ですね。いや見てて惚れ惚れしますよ。ああ分かった。その奮闘も俺のためだろ。張り切ってんなおい。時の備えはしてあるぞ。最下衆出ろ。その奮闘も俺のためだろ。おい、ヨーも怒ったぞ。もう出てきても大丈夫だ。俺たちはお姉さんに頼まれてきた。安心してくれ。ありがとうございます。落せねえのか。仕方ねえ。俺様が出るか。おっ、やたまが出やがったな。ちょっから行ってとっちめてやっか。
遊びたいのか。いいぜ、来な。追い詰めたと思ったんだがな。ここはひとまず退散だ。敵将、いてこましたった。いや、お前たちが来てくれて助かったぜ。ありがとな、息子、孫一。これが親子の絆ってね。まあこれで貸し借りなしだ。可愛い卑弥呼ちゃんにお任せやっち。時を超えて俺を助け。いやいやいや、頭は大丈夫だって。ま、信じられねえのも無理よね。おいおい、孫一、お前までって本当なのかそれ。ま、論より証拠、俺たちと一緒に来てよ。ちょ、待てって息子。うおっ、こいつを受け取って。